今の時期ないんですよ、このミネオラのように食べれる柑橘っていうのが、ね、今の時期にしては珍しく、ね、酸味が少ないんですよ、甘い、結構お子様でも食べやすい甘さ、これ果汁がすごい出るから、あのお弁当に入れちゃうとビチャビチャになっちゃうね。どうもこんにちは、ここです、スーパーフルーツティーチャーのなおです。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。柑橘でございます。はい、本日はミネオラオレンジでございます。はい、せっかく柑橘から脱出したのにまた柑橘戻るんかい。いやまあね、でももう最後らへんですよね。うん、もう柑橘もだいぶいろいろ出尽くしてきて、そうですね、もう終盤の季節ですよね。ですね。うん、でこの間ね、僕あのちょっと大手のスーパーで、うん、インシュアネーブルオレンジで、はい、まあ、外国産なんやけど、その生産者さんの写真を貼って、はい、何々さんの、はいはいはい、要は作ったもうオレンジ、うん、ミネーブルオレンジですって出してたんよ。うん、はい、でこういう売り方ちょっと珍しいなと思って、うん、で普段そのスーパーでそんな見たことがないから、でそれをちょっと買ったんよ。うん、めっちゃ美味しかったんよ。いやこれ俺あの直先生たまに言うやん、スーパーで買って美味しかったら、うん、もうその日のうちにまた買いに行けぐらいの感じで言うけど、うんうん、いやもうその日のうちにまた買いに行こうかな思ったぐらいこれは美味しいわと思って、ね、結構甘くて、しかも果汁がうわっていう感じでめっちゃ美味しかった。なるほど。国産やったらよくあるやんか、うんうんうん、その誰々さん作った発作ですとかいうのあるやんか。あるある。これと外国産で誰々さんの作ったっていうのはね、もうちょっとね次元が違うんよ。うんうんうん、外国産で誰々さんの作ったネーブルオレンジっていうのは、うん、もうこれはもう大手スーパーにしかできない技や。やっぱりその量的なものだったりとか、そうそう、やっぱり輸送コストがもう全然ちゃうでしょ。うんうんうん、で海外の1農家あたりの生産量ってもう日本と比べたら桁が違うから、そうそう、ね、何々さんの作ったオレンジだけでもものすごい量ができるんです。僕は契約の世界やから、あの競りじゃないんでね、契約で引き取るってなると、まあ、それなりの販売力がないとできないから、ね、僕らみたいなあのやっぱ普段果物屋さんは目利きでいいものを確実に届けるっていうのは売りやと思うねんけども、あの海外の大規模農園で決まった品質で作ったものを全部全量買い取るっていうのはもうこれはもう大手にしかなされへん技やね。だけど日本人の農家さんの顔写真があってで、うん、何々さんが作ってますよとかっていうのは、うん、まあ、よく聞くし、はいはい、外国産でこれやるってことはよっぽど自信があんねんなと思ったんよ、ほんまに。そうね、しかもそれがそのスーパーでしか売ってないみたいなやったらもうさらになんかそんな感じで書いてた。そうでしょ、だこのエリア限定で今だけですよみたいな感じの売り方をしてて、あれやっぱ間違いないね、だいぶこだわって作ってはるんやろなっていうのが結果として美味しいネーブルオレンジ食べれてよかったな。子供がバクバク食ってた。なるほど。関東は僕あんまりよくわからないですけども、関西の大手スーパーとかになるともうそのスーパーでしか売ってない専売モデルっていうかのオレンジとか、特殊な品種の柑橘とかそんな結構あるんで、これは結構大手スーパーの一つ楽しみ方やと思うね。話がだいぶそれましたけれども、はい、まあ、それでこのミネオラオレンジも甘い系の柑橘なんで、はいはい、まあ、その辺のお話をちょっと直先生に、はい、してもらおうかなと思っております。はい、これすごいね、がっつりあのマークがちょっと取ろうかなこれかわいいよね、これですよね、4383、はい、でなんかほんま正常期のね感じみたいな、うん、これ集める人いてるからね、シールをね、シールを集めるっていう趣味の人いてあるんで、うん、はい、はい、じゃあまあミネオラオレンジ、ミネオラオレンジですよね。はい、はい、これね僕個人的にねすごいおすすめの柑橘なんですよ、うん、外国産の中でも特におすすめかな、うん、美味しいからおすすめとかよりも今の時期ないんですよ、このミネオラのように食べれる柑橘っていうのが、ね、はい、すごいタイミングがいいっていう意味でおすすめ。ずっとみかんからずっと来てるこの皮ごと食べれる柑橘系っていうのが、うん、はい、春みかな、最後言うたんその次なんかあったかな、かな、まあデコポンもまあまあ、まあ、デコポンこの辺からねなくなるんですよ、上納ごと食べれるっていうね、そうそうそう、上納ごと食べれるっていうので、まあ、ちょっとね外の皮外皮を剥くのは手では無理やね、ちょっとまあ男の人やったらねここのデコがあるんでデコをきっかけにして剥けるとは思うんですけども、女性にはちょっとしんどい、結構分厚いよね、皮分厚めですね、うん、ただ中の皮はみかんみたいに食べれる、一緒に食べれる、はい、で
今の時期にしては珍しく、ね、酸味が少ないんですよ。甘いものすごい、はい、なので甘くて手軽に食べれる柑橘っていう意味で今の時期ないんで、これが特におすすめ。まあ、外国産らしくというか、うん、結構大味の甘さっていうのかな、ガツッと甘いんで結構お子様でも食べやすい甘さですかね。で値段もね安いんよこれ。やっぱ国産品とかやったら今の時期皮ごと食べれるタイプの柑橘がないってなるとものすごい値段上がるんですよ、はい、セリで、うん、ただ外国産なんでセリではなくて消費者から流れてくるんでね、はいはい、値段決め打ちなんですよ、うん、だから値段結構安いで、今日でもこれ6個入って3キュッパぐらいだかな。6個で3キュッパ、はい、まあ買いやすいね、まあ、ちっちゃいですけどね、うん、買いやすい、まあ、それがいいね。そうで国産でもうそろそろ出てくるんですけど、まあ、皮ごと食べようと思ったらもうハウスみかんになっちゃうんよ、うん、高いね。ハウスみかんはね出始めの頃1玉200円とか平気でするんで、それを思ったらやっぱりちょっと普段食いにはちょっとしんどいなっていうところでこれが優秀。そうだね、まあみかんの大きさで1玉200円のハウスみかんはちょっと手が出せにくいよね。そうだね、うん、まあ、味はね、いや美味しいよ、もう外れはないので、うん、確実に美味しいけれども、うん、やっと言ってもなかなか買いづらい、うん、ハウスみかんも産地によってはねたまにねあんまり美味しくない産地もあるんで、ああ、 まあそれはまたシーズン始まったらちょっとハウスみかんこれを買え。なんかハウスみかんはなんかあんま外れがないっていうイメージだったけど、やっぱちょっと多少は外れもあんねや。あのね産地やね、上手に作るところはもう絶対外れない、うん、どれ食べても美味しい。ただ産地丸ごと外れっていう感じが、産地があるで、しかも安いよそういうところで。やっぱり1パック398円のハウスみかんとかいうのはちょっと要注意でね、うんうん、まあ、それはちょっとまたハウスみかんの時にお話をさせてもらいます。ミノラは果汁もしっかりある？あります。うーん、はい、ほんなら今ネーブルオレンジとこのミネオラオレンジ、はい、どっちが今おすすめな感じで？普通にもう家で皮ごと食べるっていう、うん、手軽に食べたいんやったらミネオラがおすすめ。あ、今は、はい、うん、ただお弁当に入れたりとかする人いてはるやんか、あのちょっとデザートっぽく、デザートっぽく入れて、ああいうとやっぱりナイフで切って形崩れないようにしっかり入れようと思ったらやっぱりまだネーブルちゃうかな。あ、そうなんや、うん、これやっぱりこれ果汁がすごい出るから、あ、あのお弁当に入れちゃうとビチャビチャになっちゃうねんな。ご飯がオレンジみたいな感じになっちゃう可能性がもう絶対別タッパーや。あ、そうなんや。これやったらそのまま入れてもいいけどね、うん、いいね。あ、まあ、いやでもそれはちょっと無理じゃない、包丁がやっぱいると思うんだよね。なんかちょっとその辺だけ包丁を絶対切れない、あの入れないといけないっていう手間はあるけれども、うん、切ってしまえばもう気軽に食べれる柑橘なんで、はい、今の時期におすすめと、はい、ちょっとちらっと言ったけどこのシール、はい、今ねちょっとかわいいとかいうね、うん、この4383とか言ったけどこれ結構皆さん知らんのちゃうかなと思うんで、まあ、これまたちょっとお話 ね、シールの謎ね、シールの謎これを深い、ね、シールも意味があるんでね、まあ、それはまた別の、はい、そうですね、なところですね、はい、はい、わかりました。では次回もよろしくお願いします。